皆さんこんにちはレ e x 専任コースの友次ですさて今回は賃貸不動産経営管理士のガイダンスということで30分ほどお話をさせていただきたいと思いますさあ今回のタイトルはこちらになりますはい さあ2022年賃貸不動産経営管理士講座説明会賃貸管理士科目別攻略法大公開新しくなった試験実施要校の傾向と対策というタイトルですねこちらの方でお話をさせていただきたいと思いますレジュメの方お手元にあるという方はですねそちらのレジュメの方準備をお願いいたします、まあ、手元にないという方はですね、えー、こちら映し出しながらやりますので、まあ、画面を見ながら聞いていただいても構いませんさあそれではですね賃貸不動産経営管理士ねまあ名前は最近よく聞いてます 行くなとえー、どういう資格なんですかっていうところまず最初気になると思いますのでまずこちら見ていきましょう試験の概要でございます。 はいい、えー、受験資格特にございませんと、ねえー、そしていつ試験があるんですかって話なんですけども試験の日時こちらです令和4年に関しましては11月の20日日曜日、えー、13時から15時までということになりますねはい令和4年の11月20日日曜日ですもうこれはもうね、えー、チェックを入れておきましょうはいまあこの日に点数取れるようにこれから皆さんは勉強を頑張っていくということになるわけですね はいそして、えーまあ、合格発表日はあ、ね、1月6日の予定でございますと。でそして出題形式なんですけども4択マークシート方式、えー、50問を2時間で回答していくという,う形になっていきます。ですので、まあ、特にですす、ね、のの特にねそ まあ、記述式とか口述式とかそういうことはありません、えー、試験会場に行ってマークシートを塗ってくるねえー。4択のマークシート50もありますので、まあ、それに応えてくるという形になっていきます。なので、まあ何て言うんですかね。あの取り組みやすい試験方式といえば取り組みやすい試験方式ですよね。やっぱりまあなんだかんだ。やっぱり記述式があります。とかね、えー、なんかあのね。面接形式で後述試験があります。みたいな感じになると。まあちょっとなんかハードルが高くなったな。あっていうところ。ある かもしれませんけども、まあ、そんなこともなくですね、マークシートのみということになっていきます。だから、受けやすいといえば受けやすいということで、ね、そして、この四択のマークシート式50問というのは、まあ、例えば宅建試験とかも、まあ、同じ形式ですよね、そういう意味では。えー、ですので、宅建試験とか、まあ、管理業務主任者とか、マンション管理士とかと、まあ、形式的には同じということになります。そして、こちら、一部免除というふうにありますけれども、えー、実はですね、講習を受講するとですね。 問いのの番番から50番までの5問が免除されるというですね。まあこういういシステムもありますすでですねこれがちょっとおね注意点が必要といえば注意が必要なんですけども例えばまあその5問免除っていうそういう方式っていうのは宅建試験とか、まあ、管理業務主任者とかマンション管理士とかにもある仕組みにはなるんですけれども、まあ、他の資格だと例えば問いの46から50に何が出題されるかっていうのが、まあ、ある程度分かってはいるわけですよ。なので例えば 宅建で拷問免除持ちました管理業務主任者で拷問免除を持ちました,ましたマンション管理士で拷問免除を持ちましたじゃあこの範囲の勉強は省略できますねっていうそういうやり方ができたんですけれどもこの賃貸不動産経営管理士の場合この問いの46から50に何が出題されるのかっていうのがあの年によってやっぱりちょっと違うのでえ実際問題 この誤問免除があったからといってじゃあこの範囲は試験範囲から除かれますとかそういうことはありません、えー、ですのでま誤、あ、問免除を持っていたとしても一応全範囲の学習が必要だっていうところはまあ、ちょっと他のね、えー、不動産系の資格宅検とか管理業務就任者とかマンション管理人とはちょっと違いがあるところなんでそこはしっかりと押さえておいていただきたいというふうに思いますで、出題試験範囲一応ですね、えー、こちらあ範囲になっておりますよという感じなん んですけどもまあ、これはね、えー、次のページで、えー、ねさらに細かく見ていきますので今はちょっとさらっと流しておきましょうはいそしてですねこちらに試験のデータがございますが皆さんご覧ください申し込み者数が年を追うごとにどん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 増えていくわけですよねまあ令和4年これよりも増えることが予想されておりますということなんですけれどもさあ こちらの合格率の方をご覧ください合格率なんですけども以前はね半分ぐらいの人は受かっていたなっていうそういう感じです、えー、だいたい5割ぐらいの人が合格だったんだろうなぁということなんですけどもそう令和元年ガクッと合格率が低くなりましたはいこういう感じでまあ。 そういうい意味ではまだちょっと安定をしていないということになりますのでじゃあここにね例えば令和4年今年ですよ令和4年、うん、じゃあ合格率ってどのぐらいなんだろうかっていうとまあこのね30%前後がそのまま引き継がれるかもしれないしまあここにあったようにガクッと下がるかもしれないです。そこはちょっと何とも言い難いところがあるのでまあ基本的にはこれって下がると思って で準備しておいた方が「無難です。 あのこれはややっっぱり、まあ、準備の心構えってやつでですよなんで下がると思って準備していてそのままだったって言ったらああよかったで終わりじゃないですか。ですがまあこれは下がらないだろうと思って、えー、準備していて実際下がったって言ったらね、えー、実質的なダメージを受ける可能性がありますのでこれはやっぱりねあの下ががると思ってて、えー、勉強していた方が無難ですだってわからない以上ね、えー、どうやって勉強していくのかって言ったらやっぱりダメージの少ないようにやっていくのがね、えー、一番ポイント になりますんでねでそして合格の基準点ですこちらもちょっと特筆すべきポイントになります何がと言いますとまあ前はですねこれ、えー、40点満点だったんですねで、40点満点だったんですけれどもはい、えー、令和2年からです、えー、50点満点に変わりました 前はね、40問だったんですよ。えー、この時に、はいえー、試験のね、まあ、ちょっと仕組みを変えていったっていう、そういう話になりますので、まあ、あの実質ね、ちょっとこの、ね、ここの数字だけで比較することはできないんですけれども、実際例えば40問中の28点だと、まあ、7割ぐらいですね。えー、27点だと68%ぐらいかな。で、29点だと73%ぐらいになるのかな。で、まあ、えー 29点、えー、こちらもまあ,、えー、あごめんなさい50問中の34問になったとしてもまあ68%ぐらいということでまあここら辺はまあ大体7割前後ぐらいで来ていたんですね。7割前後ぐらいの 合格基準点だから7割前後まあ70何だった時もありますけどもねまあちょっとここら辺は高めでしたけれどもねはいまあ7割前後ぐらいだという認識だと思っておいてくださいただ令和3年そうこれ50問中40問8割ですそう8割取らないと合格できないという状況だったんですね はいでですねこちらなんですけれども、まあ、なんでこういうことが起こってしまったのかっていう話なんです。でなんでこういうことが起こってしまったのかというと次のページ2ページ目のところ参ります。はい、まあ一言で言えば一言で言えば理由は何ですかって言った時にはいここです。えーえー、問題の難易度も優しかったからですね。 はいえー、問題の難易度が優しかったからま合格点も高くなった、まあ、ただだそれだけのお話でございます、えー、ですので、まあ、ちょっとここ気をつけていただきたいのはその年によってやっぱり難易度って違いますのでそのね単純にね 何点だったから何点だったからっていう風に言うこともまあ難しいで昨年は実際優しい問題が多かったですですそうするとじゃあね今年どうなるんですかって話なんですけどもまあ何点ですかね優しいと考えていようが難しいと考えていようがまあ実は一緒です何でですかって言ったらまあ優しい問題が出ればまあみんな正解できるわけだからまあまたね合格点は高くなるでしょうし。 難しくなれば難しくなるだけ合格点は下がってくるでしょうからね、まあ、そういう意味では、まあ、難易度がどうのこうのっていうそういうお話ってあんまりまあ何て言うんですか影響はないかなただここだけを押さえておかなければいけないのは優しい問題が多ければ多いほど基本の取りこぼしがまずくなる。 とそう基本で取りこぼしが出てくると他の人が正解できるのに、ね、自分だけが間違えるっていうふうになると差になってしまいまいすからねだから逆に言えば難問はみんな解けないわけですからそこは差がつかないわけじゃないですか。で逆に言えばまあ難問が多ければあのいくつかケアレスしても救ってくれるところはあるかもしれないんですけどもやっぱり優しい問題が多いということはそれだけケアレスミスとかも許されなくなってくるというところを考えてみると実は 問題の難易度が優しい方が警戒しておいた方がいいのは実は確かなんですよ。ということになってきますのでまあ来年難易度どうなるのかなまあちょっと難問化することは多分あると思います。でも、まあ、やっぱりちゃんと優しかった時に簡単な問題を取りこぼしたらやばいぞっていうふうな気持ちで勉強しておいた方が無難です。えー、ですのでまあちょっとそこら辺もね気をつけながら学習しておいていただければというふうに思います。 さあそして、えー、2ページ目見ておりますのでこちら見ていきましょうかだいたいこんな感じの内容が出てきますよということなんですけれども、まあ、全部で50問出てくる中でねこういう割合で出てきておりますまあ最初の賃貸借関係というところここで9問ですかねはいそれから、えー、管理自宅サブリースこちらのところで9問9問で18問、えー、そして管理実務金銭管理等のところで13問維持保全のところで10問というふうになっておりますでですね まずちょっとこの「賃貸職関係」のところ、まあ、タイトルだけバッと見ていただければ、えーね、なんとなくわかると思うんですけれどもあの「宅建の勉強をした経験のある方はあ結構聞いたことあるお話が多いなっていうふうに思う方も多いと思います。 ね、えー、宅検の勉強するときにこういうところやったなそうなんです結構この試験で宅検と親和性があるみたいな感じの言われ方をします、えー、実際問題ここの部分とかってそういう意味では宅検の勉強をすればその知識がそのまま使えるね、えー、でそちらからですねこちらのあのー 一回消えますけれどもここの、えー、業務関連法令っていうところにはあのいわゆる宅研業法というものもの含まれまれす、えー、宅建業法、まあ、これも宅研試験の中ではやっているものということになりますので実際にじゃあ宅研試験で勉強した内容をそのまま活かせるんですかって言ったら活かせますそういう意味ではね、はい。ということになりますのでまあここ。 の部分というものは宅検の勉強していればまあ結構ね、えー、その知識使えるよねってことになりますこことかですね、えー、あとはこことかですねって考えてみると実際にじゃあ宅検の知識が使える問題っていうものはどのぐらいあるのかそうです9問プラスアルファぐらいですね9問プラスアルファの部分っていうものはまあ、基本的には宅検の勉強そのままスライドできるということになるんですそしてこちらご覧くださいね えー、いわゆる賃貸住宅の管理業法と呼ばれるものですはいこちらがですね9問9問18問出てるんですねはいこちらなんですけれどもまあやっぱりメインといえばメインですはいこちらの部分がメインになってきますけれどもこれが18問分出てきますただここの部分もですね特にこっちの管理住宅部分のところなんか特にそうなんですけどもあの宅建のその宅建業法っていうところとまあ似てはいます あの全く一緒じゃないですけどね同じではないですけども似てます。えー似,てるまあ、似てるってまあちょっと怖いところもあるんですけどね似てるけど違うところがあるのでそこを混乱しないようにするっていうのは大事ですけれども、えー、まあ似てます。なのでまあかみやすすいいっていうんですかね、まあ、勉強としてね今までそうなれた感覚のものを持ってこれるのでそういう意味ではそういう意味では。 ま卓、あ、球の勉強してるとここら辺は結構有利に事が運ぶかなというふうに言う言い方もできることはできるんです。ですが逆に考えてみるとじゃあそこだけで勝負をしたとしますそこだけで勝負をししたとします受かると思いますかってことですそうなんです。 昨年50問中40問落としていいのは10問だけという状況でそうここの部分どうすんですかってことですよね13問10問とかですねそうここの部分をしっかり取っておかないとまずくないですかってことになるわけですということになりますのでまずその宅研試験を受けようとしている方ダブル受験を考えている方ね 学試験の勉強をすると有利であることは間違いがないんですけれどもだからといって油断をしているとここの部分の点数が伸び悩んでいきますしそして先ほども言いました通りここの部分が似てるけれども違うという部分があるわけですからその似てるけれども違うっていう部分をしっかり学習しておかないといけないですよねっていう話になってくるわけです。 はいということになりますのでまあ、よくねその「卓研勉強してると有利だよ」っていう言い方ってまあされることはされるんでまあそれが事実かどうかって言ったらまあここら辺見るとああ事実なのかなというところはわかると思うんですが実際それで甘く見てかかるとやられてしまいます。特に今は そんなに甘い試験ではなくなってきています合格率もね、えー、ということになりますのである程度しっかり勉強していくっていう必要がありますもちろん すべてをゼロからやりますっていう人からすればここに載っているすべてが最初から勉強しなければいけないわけですからそれなりに時間をかけて学習しなければいけないということになるわけですよねでは具体的にどういうふうに勉強していけばいいでしょうかっていうお話になるわけですよそれが三ページ目のところになっていきますはい、えー、こちらなんです昨年の傾向の総括と科目別こ攻略うというふうに書いてあるんですけども ちょっとですね、ここで見てほしいところがあるんです。またしっかり消えますね。はい。ここ見てほしいんです。何か。はい。いきます。過去問だけでなく、もしなどで。はい。過去問だけでなく、もしなので。はい。そして、もし等を利用して。はい。もし等を利用してというふうにありますよね。ここをしっかり見ていただきたいんです。はい。何かと言いますと、確かにですね、 この賃貸借関係のところに関しては結構過去問というものも溜まってきてですねその過去問の知識というものをちゃんと押さえてそれで点数につながっていくっていうところは多いんですけれどもではこの賃貸不動産経営管理士って過去問さえあれば大丈夫なんですかっていうと実は答えは NO なんです。 はい、そこがやっぱりまず一番押さえといてほしいことです。まあ賃貸借のところはある程度過去問固めおけばと思うんですけれども管理自宅とサブリスこれはなぜ過去問だけではダメなんですかっていうと理由はたったっつです、はい、昨年大改正が行われましたということでそう実質的に使える過去問が1年分そう最新年度の ね、令和3年の過去問しか使えないということになってるんです、はいまあ、その前はね制度が全然違う制度だったのでその当時の問題とやっぱり制、ね、度が違いますので実質使える過去問が1年分しかないしかも考えてみてください過去問が1年分しかない割に出題数がメインディッシュ扱いですよということになってくると これはやっぱり過去問やったんで大丈夫でしょうってわけにはいかない試験だなっていうところが分かりますよね。そうここの部分の模試めちゃくちゃ重要でございます。それから実は模試がパワーを発揮するのがこちらです。はい、えー、金銭実務、えー、ごめんなさい管理実務金銭管理それから維持保全ですね、えー。こちらの部分もしっかりと もしを利用するなりなんなりしてそう新しいタイプの問題にきちんと対応できないといけないということになるんです。これは何でかっってて言いまますと過去問って、まあ 公表されててかかららまあ7年ぐいいしか経ってないわけですよそんなに経ってないんです実は。ということになりますのでそう過去問だけではまだね特にこの維持保全なんかは、まあ、例えばその設備のところで言うならばまあ,あの繰り返し出てる設備とかも実はあるんですよ。えー、換気の設備とかそういうところはもう結構ね何度も何度も繰り返しっていうところはあるんですけれどもやっぱり今まで出てなかった論点からポンと出てくるっていうことってあるんですね。えー じゃあそんなもの捨てちゃえばいいんじゃないですか捨てもんですよって思うかもしれませんが考えてみてください考えてみてくださいはいさあ昨年の合格点を見てそれで捨てればいいんですって言えますかって話ですよね。でしかもこれ実は設備のところについては今まで過去問が出てないところから出題されても実は意外と正解率が低くならないんですよこれデータ上。 みんな取れてるんですねってことはそういう対策をみんなやってるってことなんですよはいということになりますのでやっぱりそこまでしっかりとカバーしきれなければ合格できない試験になってるというところなんですまあ、えー、そういう意味ではですねやっぱり過去問プラスアルファまあ一番やっぱり模試ですね、えー、模試っていうものとちゃんとね向き合えるかどうかっていうのは特にこの資格の場合は大事 とといいいうところは押ささえておいておくださいまあそれはね、えー、次のところ、えー、4ページ目にも載っております。今年の対策法はこれだということでね、まあいろいろ書いてあります。はいでもちろん当然のことながら難易度は、まあえー、上がるだろうなという、まあやっぱり40点合格になってくるとね、そりゃあ向こうとしてもあまりよろしい傾向ではないなっていうふうには判断するでしょうから、まあ問題文の難易度を上げて合格点を先にかかってくるとは思います。えー とただだからといって、ねえー、じゃあ難問が、えーね、増えるから難問の対策をしておこうっていうのはそれはちょっと違っていてそれこそ、ねえー、同じですそういう意味では同じですしっかりと基本を取れる勉強をやっておくというところは、えーね、しっかり押さえておいてください。だから、まあ、一応予想としてて難易度って 上がるんですか下がるるんんでですすかか下っていうふうな予想を求められたらまあ上がるんじゃないですかね40点合格出したらね、えー、まあやっぱりこれと同じ難易度で8割合格をキープするっていうのはなかなか難しいかなとはいいうことにはなると思いますですのでまあ難易度はより上がっていくでもだからといって何かの対策法を変える必要はないということそしてまあ先ほども言いました通り下がると思って 準備してて準備おいいいた方が色々いいですよねって話つまりもう甘くない試験なんだしっかりね、えー、勉強していかないと取れない試験なんだっていうところをしっかり認識持つことは本当に重要というふうになってまいります。 よろしいでしょうかね。じゃあね、どんな感じの問題が出てるのかっていうところをね、えー、見ていきたいと思います。まあ、ここですね。はい。まあ、賃貸住宅管理教法あたりをね、えー、ちょっと見ていきましょうかっていうのが、まあ、5ページの問題でございます。はい。えー、格論ということでね、まあ、要点チェックということで、まあ、今回ですね、 はいえー、まあ、こちら、えー、ちょっと白黒で申し訳ないんですけども、えー、ね賃貸不動産経過日誌合格の取説テキスト &1 番一等ということです、ね、まあ、こちらの本発売されました、そしてあのレックの講座の方でもこちらの本を使用していきます。はいですので、えー、こちらの本ね、ねまあちょっとレジュメの方にはねこんな感じではい、えー、見本として載っておりますけれども、まあちょっとこれ見ていきましょうよっていうお話です。はいさあ、まずですね、こちら、というの一1番見ていきましょうか。 問いの1番です管理業務には賃貸住宅にかかる家賃敷金教育費その他の金銭の管理を行う業務が含まれるが維持保全と合わせて行うものに限られるというふうにありますがこれえどうなんですかって言ったらば、はい、この取説のテキスト97ページ以降のところに載っておりますよということでちょっと見ていきますかはいそれでは、えー、97ページねまあ取リのテキストねそのものを持ってる方は取説のテキストを見ていただいても構いませんしまあねあの レジュメという形でこちらに移し出します。ちょっと私一回消えますね。はい。さあ、賃貸管理って何でしょうかねっていうことなんです、えー。管理業務というのは何なんでしょうかっていうお話なんでございますけれども、まず A、賃貸住宅の維持保全というものですね。はい。この維持保全というもの、それから、はい。えー、家賃、資金、教育等の金銭管理というふうなもの。まあ、これが、えー、一般の賃貸管理というものになりますが、注意点としてはこちらです。A のみ。 もしくは AB 両方を自宅している業者が対象となります。B のみは対象ではありませんというふうにありますよね。はい。これ何を言ってるんですかって言ったらばいいですか。はい。えー、A を行っています。これって管理業務に当たるんですかね当たりますと。はい。A と B と両方やっています。と。はい。これも当たりますと。はい、ね。A のみ。もしくは AB 両方を自宅している業者が対象になります。B のみは 対象じゃないですってことになりますよね。ってことはまあ少なくとも A はやっていることっていうのがまあ管理業務としてのポイントになりますと。はい。えー、A のみもしくは A と B 両方やってる。で B のみはそれは含みませんよっていうそういうお話なんですよっていうことですね。このこのことを理解しておいていただきますと。はい。問題戻ります。行きますよ。問題戻るとこんな問題になってますよね。管理業務にははい。 賃貸住宅にかかる家賃、敷金、教育費、その他の金銭の管理を行う業務が含まれるが、そう、つまり、管理業務には、ここで言うところの B というものが含まれますよね。B が含まれるんです。はい。金銭管理が含まれますが、金銭管理が含まれますが、はい。維持保全。 A と合わせてやるものに限られるそう B も含まれるんだけども B だけじゃダメなんですよね B は A と一緒にやるものが含まれるんでしたということになりますからはい、この問いの一番は丸だということがわかりますねはい、丸という風になっていくわけでございます はいなのでこうやって勉強していってこういう問題解けるようにしておきましょうよっていうねまあここんな勉強をすすするのがベストででよねってことですまあ例えば問いの2番でいくならばこれもねえ取説で言うならば103ページのところに載っておりますということでまあちょっと103ページのところあたりを見てみますかって話なんですけれどもこれもはい。 えー、死亡した日から30日以内国土交通大臣に届け出なければならない「○かばつか」って言ったらこれは×ですと。でなんでですかって言ったらこれ103ページのところに載ってます通りはいまあ大体ねあのー、死亡しました合併、えー、します破産しますこういった場合には届け出してくださいねって話になるんですけれどもはい大体30日以内なんですけれども死亡の場合だけは死亡した日からじゃないんです。 死亡を知った日から三十日以内なんですということがわかれば、こちらです、はい。死亡日からは違いますよねってことになります、はい。死亡日からではなくてそう、死亡を知った日からってことになりますので、あこれは罰だな、というふうにわかっていくわけです。そして、問いの三番。はいえー、こちら、まあ、いわゆるその it 重説ってやつですか？えー、これも通り説だと、百五ページから載ってますと。はい まあこれね IT 充設とかやろうとするんだったらそれは当然のことだからね、えー、このね賃貸、えー、人体の承諾これがないとやっぱりまずいでしょうってことになりますはいということになりますので、えー、こちらもね相手方の承諾があることが必要ですというふうにありますとはいまあこのね105ページのところに書いてありますよって形でですねまあこうやってテキストのところをしっかりと押さえといていただきますとはあ、ね あ確かにね B だけじゃダメだ A を含まれていないといけないんだなよし丸るらと。ねえー、あ死亡日からじゃないんだな死亡した日からだな×スパーツだーと。はい、あ確かにこういうね電磁的方法とかねそういう IT 系でやろうとする場合にはそらしょうなくるんだよな丸るらというふうに。 はい、解いていくことができますよねというそういうお話になってくるんですね。でこれもう全部2021年度の問題です、えー、先ほどやりましたあの9問の中で出てきてるものです実際問題ですね。ということなんですけどもいかがですか皆さん。そう ああこれは正解率上がりそうだなというのもなんとなくわかりますよね。そうで今後やっぱりそれがねここだけじゃなくてちょっとね、えー、ひねられてもちゃんとできるようにしておいていただきたいということはしっかり勉強しといていただきたいということになるわけなんでございますよ。はいですのでまあそのためにね、えー、こちらね、まあ、今回ねレックの方でも、えーね、テキストありますと。 「トリセツ」というテキストがありますよということでそれからですね、はい、それだけじゃなくてですね、まあ、講座の方も開講しておりますということで、はいえー、レックの方ではですねこちら講座の方としてですね、はいえー、まああのプライム とかですねスタンダードとかですねまあちょっといろんなねパックがあるんですけれどもまあそのパックでいろんなものがありますよっていうところがですねまあちょっとこれ最後のページのところに載っておりますがはい、えー、まあね合格フルパック合格スタンダードパック合格プライムパックというふうにありますとまあこれあのちょろっとだけちょっと説明させていただきますとあの何が違うんですかって言ったらばその先ほどととの神話性というお話をしましまたよねそう「卓犬との親和性」ということで、えー、まあ、ね 発見、ね、の試験の勉強をしたことがある人としたことがない人だとやっぱりちょっと勉強の仕方って変わりませんかってことになるわけです。で 卓の勉強したことととととがなななないいいいいう風になるとややっっっぱり前半全部きちっとやっかないといけないそういう方のためのものがですね、このフルパックやスタンダードパックというものです。ですので、フルパックやスタンダードパック、どんな方におすすめですか、まあ、今まで卓球試験の勉強したことがない、まあ、もしくはしたことがあったとしてもですね、はるか前でちょっと忘れてしまったとかですね、そういった場合です。はい、えーね。もう覚えてないというような状況だったらもう最初からやった方がいいです。であとはね、まあ、あのはるかに 昔だというふうになってくるとやっぱり法改正もありますから、まあ、いくら覚えてるみたいな感じだったとしてもね当時とやっぱりね、えー、法律ちょっと変わってるところもありますのでまああまりちょっと前2年前3年前とかそういうんだったらもうちょっとね、えー、ゼロからやった方が早いかもしれないのでそういうことはね是非こちらのスタンダードパック、えー、こちらがおすすめでございます。で逆に 宅研試験を、えーね、今年受験しますっていう方は、まあ、宅研試験の部分なんかね、えー、どん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 省略しながらできるわけじゃないですか、ね、そこを省略しながらできるというところで、えー、宅研試験と重複してる範囲をさらっと流して、ね、宅研でやってないところをしっかりやっていこうっていうのがこのプライムパックでございますでですねあのスタンダードパックとプライムパック実はですねはい、えー、これあの プライムパックの方はじゃあ例えばスタンダードパックからあの、ねえー、ちょっと卓研の範囲だけをちょっとね、えー、何本か DVD、ねえー、にのぞいて残りのやつをご提供しますじゃないんです、えー、実はこうプライムパックのためにあのスタンダードパックとはまた別に収録をしておりますなので例えばあの先ほど卓研と似てるところがあるって言ったじゃないですかそこの勉強の仕方に差をつけることができるんですよねスタンダードパックだと本当にゼロからですのでゼロから全部説明っていうところになりますが ねえー、プライムックだとと比較ができるんでですよねではこうだったけどこういうところがあるから引っ掛け問題気をつけてくださいねみたいな感じの言、えー、い方をやっぱりすることもできます。えー、それはだから、ねえー、ゼロからの人用と宅、ね、研、えー、やってる人用でやっぱり同じ扱う分野によってもやっぱそういう説明の仕方も変えられますのでもう本当にねあの ご自身に合うなっていう講座をですね、えー、選んでいただけるといいんじゃないかな。でまあここにねなんかコース割引のご案内って形でもね割引とかも結構聞きます。でそしてここのレックのね、えー、コースのまあやっぱ一番のポイントは模試がついてるってところですよ。はい。やっぱり先ほども言いました通り過去問だけっていう風になってくるとまあやっぱり結構厳しい試験です。まだ過去問がそんなに蓄積されてるわけではないので。えー、ですのでまあ過去問に模試がついているっていうのはですねやっぱり、うん、この 賃貸不動産経営管理士試験対策としては大きなメリットになると思うんでね是非、まあ、ご検討の方をお願いいたしますとでこれなんか最後のページにね割引のご案内っていろんな割引があります。 でまあ、ご自身がねどんな割引が適用されるのかが分からないっていう場合はね是非お近くのレックの本校の方にね足を運んでいただいてでそれで、えー、こういう割引適用できますよみたいなところもね、えー、アナウンスしていただけると思いますので是非、まあ、ご検討の方お願いいたしますということで、まあ、最後にね、えー、宣伝も挟みつつはい、まあ、こんな感じで賃貸不動産経営管理士 ねえー、まあもちろん卓研勉強をしている人には有利な資格ではあるんですけれどもでもだからといって油断もできないっていうそういうところをですねご理解いただければというふうに思いますそれではですね30分という短い時間ではありましたけれども以上でガイダンスの方終了させていただきたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひ今年の試験合格できるように頑張って勉強してくださいそれではお疲れ様でした